右足につながる右足とエンジン回転がこうリンクする感じね。これがもうこれだけで気持ちいいからね。皆さんこんにちは、マックスオリドレーシング、マックスオリドです。今日はですね、サンサンツイスト、いよいよ待望のサンサンツイスト出来上がりましたので、皆さんにインプレッションをお届けしたいと思います。素晴らしく良いです。最高です。見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、先日、感動マックスのちょっとその前にちょっと待って、はい、見てなんか変わったと思わない？ちょっとまだ片付いてないけど、なんかあれ、スープラが80が2台あって、90があって、僕のあの赤いのもスープラですか？あれ、いや、あれもスープラだけどそういうの言いたいんじゃない？床、ほら床すごい綺麗にした。めっちゃ綺麗になってる。すごい気になってた。白く最初調子こいて白く塗っちゃった床がだんだん汚れてくると汚くなるでしょ。はいはい、これすごい気になってたんだけど、あの岡田とうちの国語が昨日切れてくる、はい、まだ片付けてる最中、まだ塗りたてほやほや。そうなんですね。そうピカピカの床、あのモーターズの話よりも俺この床が綺麗だったことが嬉しいわけそうなんですか。それを先に触れなかった。以上。なるほど、はい、じゃあピカピカにしてっていう感じで、はい、ごめんね、なんだっけ飛んでる、なんだっけ飛んでるじゃなくて、ツイストね。はい、後ろの車でございます。ついにサンサン、はい、実はこの間ツイストの神、はい、名前が出てこない、 EJ です。 EJ、 EJ、はい、まあ基本的には今現状はノーマルコンピューター対応ということで出来上がりました。ぜひそれを EJ 君、今日はスイフトの神なんで、スイフトの神なんで、はい、神ですからね、はい、神と呼ばれるには必ず意味があると思ってそこをちょっと本当プレッシャーがお願いいたします。はい、おじさんが横にいるとかなり緊張なんです。慣れてるじゃん、あんま慣れてる。そんな慣れてないですもん、本当に、はい、シンプルにだからちょっと行きましょう。うん、お願いします。あんまりあとその行く前の声みたいなやつ、いきなりいやもうそれぐらいなんですよ、やっぱりここの見始めてみたら。この結構 EJ はこの本当にすっごい低い回転のこだわるよね。こだわりますね、向こう。いやらしいよね、この1000回転ちょっとでさギアを上げていくこのスイフトの神。ここのね、坂を3で登ったりするとかちょっとよく分からない。戻して踏み替えて、あ、そうそう、置いとこうと思った。隙が全然出されると、大体こういうのって結構バッていっちゃうんだけど、最初そのやらしいところから攻めてEJ の、あのテクニックこれ夜も絶対そういうタイプ、こういうタイプは。なるほど。すごい地味に攻めてってからこうオープンさせるみたいなねどうなんですかその辺、どういうのあるの、低い発進このでもすぐ2足動いたの本当に椅子が転がしだけ、転がしと転がし上手ですよもうなんかこれが薄いですね。あ、ここでやばかります。神の領域になると、そのあーでその俺たちが判断しなきゃいけない神口下手すぎる俺たちのコンピューターイラスそれぐらいコンピューターイラス。いや実際3人なんかはあれつけてもらったら今なかなかこうまだ出荷できてないんだけど、つけてくれた人は確実に喜びの声が絶対出る。おサンサンも一緒、むしろサンサンの方がターボ車だから、はい、そこの恩恵がでかく出る。もっとよりターボだから、よりスロットルレスポンス落としてるの、急激にブーストが立ち上がらない、じゃあそこのマッチングがすっごい良くなるから、はい、絶対乗りやすくなる、うん、こうね、アクセルもこの今の時点ではアクセルを踏み込んでって回転が上がる、そこからブーストが立ち上がってくる、そこのつながり感が非常にこうモリッとこう上がってるんで、すごく力を感じるよね。こうずっとシフトアップしてアクセルを離してアクセルを踏み込んだ瞬間からこうトルクがプッと立ち上がって、そこからこう踏み込んでった時のスロットルと全くリンクしてるんで、すごい力が感じる。これは気をつけないとスピードが出ちゃうね。これ今大体流れに沿って6速で巡航してるんですけど、6速でもアクセル踏むとブーッとこう加速しようとする感じが出てるんですよ。
測のまま ETC をくぐれるかチャレンジやってみたいと思います。スピードは40キロ、30キロ、予測のまま行けちゃいました。これやばくない？これシフトチェンジ殺し、これどうですかオーナーさん？すごいよね。すごいですね。すごいよね。感動です。感動だよね。感動マックスだよね。名前が変わった方がいい。変わる。もう感動、感動から感動マックスに変えようか。さあ今ちょっとスピード落ちたんで3特にギアを変えました。さあ交差点、これ20キロですよ。20キロ、本当に20キロ。20キロですけど、普通にアクセルを踏み込むとギューッと加速していく。これがこのままスピードを上げていけば、このギアのままスーッとこうトルクで引っ張ってってくれるんで、この辺がやっぱノーマルとは全然違うところだよね。ノーマルだとどうしてもこうモサモサモサっとして、ここでこうギアを変えようかなみたいな感じになっちゃうんだけど、全然このままのギアでいけちゃうんで、とにかくやっぱ低速のトルク感が非常に上がるんだよね。上がる感じがあるんだよ。これ今ね、いろんなコメントをしてたけど、今もこれ例えばこの上り坂を40キロ5速でこう行ってるけど、4人乗ってるからね。4人乗車で、これ1人だったらもう全然余裕だからね。これは絶対に変えるべきでしょう。変えるっていうか、つけるべきでしょう。感動マックスの速いでしょ。シフトミスじゃないかな。今3人入れたとこ5人入れたんだけど、普通に行っちゃう。しようとしたからね。ちょっとスピード出しすぎ注意ですよ。ここからお決まりの低速走行です。20キロぐらいですね。3速ですね。今大概この辺のちっこいところのこうスピードは、まあ、大体やっぱ2速じゃないと坂を登んないとかあるんだけど、まあ、20キロだけどスピードですよね。ギクシャク感がないから とにかく乗りやすい。いや、スイフトいいものができました。最高です。はい、いかがでしょうか。カントマックス33スイスポ用、これは照明品があるんです。いや、本当にノーマル車の人でもうちょっとこうエンジンの取り替え欲しいなとか、なんか本当にそういうのも来てる。コンピューターまでやる必要はない。まあでも装着もお手軽ですもんね。本当に、はい、儀式が簡単がありますけど、はい、いきなり簡単に取り付けられるので、はい、より気楽に楽しんでもらえるはずだと思います。はい、なぜか、マックスオリドレーシングのチャンネルに出ておりますモーターズの山戸でございます。ですね、今日ここにあるのが ZC33S、新型のスイフトスポーツですね。で、これをこの車のオーナーの須藤さんです。よろしくお願いします。こんにちは。そう、それまでそのなんていうんですかね、デンソロのレスポンスにちょっとこう違和感というか、なんかもうちょっとキビキビ聞いてほしいなっていうのを悩んでいたんですか。そうですね、不満者なんです。あ、そうなんですね。へえ。それちなみにノーマルのことどんなところが。もうアクセル踏んだ直後からすごいもっさりする、はい、それで、ちょっとそういうスロコン的なものを入れたいなと思ってたりとか、ね、どうでした、つけてみて感想としては。いや、もうつけた瞬間からレスポンスも音も変わりました。ちなみにどんな人にこれおすすめですか、カントマックスっていうやつは。いや、本当にもう街乗りメインの方とか、すごく楽になると思うので、サービスとか楽しむとか、全員に勧められるかな。なるほどですね。はい、というわけで、ZC334 の感度マックスをつけた須藤さんのインタビューでした。見て気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。